皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。また証拠りもなく新しいギターを買ってしまいました、うわーいっていう感じのレビュー動画、喜び動画、開封動画でございます。いやー、37歳になってもやっぱり新しいギターってのは嬉しいもんでございますね。まあ先日ね、アコースティックギター、ラグっていうギターを買ったよなんて話をさせていただきましたけれども、今回はですね、エレキギターでございます。本当もうエレキギター買うなんてもうめちゃめちゃ久々ですね。まあプレイテックとか買ったっちゃ買ったけれども、普通にこのまともなエレキギターをもうね、普通に買うのは本当もうめちゃめちゃ久しぶりでございます。で、何のメーカーかと申しますと、このバッカスっていうメーカーでございます。去年の年末に発売されたギターなんだけれども、もうすごい人気で、もうね、在庫がどこにもなくて、もうね、めちゃくちゃ探して探して、で、一軒だけそのね、楽器屋さんがその取り扱ってたので、これだーと思ってもうね、速攻ポチッ届いたという感じでございますよ。で、このバッカスのじゃじゃーん、これがまずもう実物なんですけれども、ちょっと見ててみましょうか。タクティクスっていうそのシリーズがありまして、それの24フレットの、フレームメイプルローステッドネックって言い方がいいのかな、そんな感じのギターでございます。ちょっとずつ見えてくるとこんな感じでございます。なんかちょっとこのシックな感じで、ちょっとこのダークな感じで、ちょっとこの高級感ある感じでいいんじゃない、ちょっとマットな感じでいいんじゃないのって感じなんですけども、まあ、こんな感じのギターでございます。ババーンちょっと僕が今までに買ったことがないようなタイプのギターでございます。いやー、いいですね、こんな感じのギターでございますよ。もうこのギターがね、本当もう凄まじくて、ちょっとチューニングしながら、そのね、メーカーさん、バッカスさんのホームページからちょっとこの特徴を一応順番にお話しさせていきますね。まず特徴一としてですね、このローステッドメイプルネックっていうのがあるんですけども、こういうものを使っているってことなんです。もともとこのメイプルネックっていうのはその、ね、白いんですよ。まあこれがその実際のメイプルネックなんですけども、こんな感じで真っ白なんです。で、この真っ白のネックをそのローストまあその焼き加工をすると、そうするとまあ余分な水分とか油とかが抜けて、その保存状態とかね、剛性とかも上がるし、音もカラッとするし、すごくいいよみたいな感じで、でもちろんね、手間も時間もかかるんだけども、まあそういう加工をしてくれてるっていうのが、そんな感じのスペックなんです。で、その次がフレームメイプルトップ、これですね。このしましまの模様あるじゃないですか。まあ、このメイプルの模様が、まあ、その材を選ぶというか、材料費が高いってことなのかな、加工が難しいってことなのかな、ちょっとわかんないんだけれども、まあ単純にこのローステッドネックもこのフレームメイプルも、そのハイエンドギター、いわゆるその20万、30万、40万とかするようなギターによく使われているような素材っていうことなんですよ。けどそういったものがですね、ふんだんにこのギターには搭載されていると。で、3つ目、24フレット&ステンレスフレットということで、まあ、このフレットですね。このフレットがステンレスで、なおかつジャンボサイズ、まあ、大きいんですよ。で、確かにこのフレットに関してはステンレスっていう金属が硬くて加工が難しいとか大変とか、そんな感じの理由だったような気がするんですけども、これも同じようにそのハイエンド系のギターに搭載されていることが多いようなスペックなんです。こういったものがね、もう搭載されてるんですよね、すごいですよね。で、このブリッジもですね、このウィルキンソンというね、ちょっとこのいい感じの、ユニットが、搭載されているっていうことなんですけども、で、ペグの方もですね、ロックペグって言い方するんだけども、まあ、この弦交換がすごい簡単になるっていうような、そんな感じのこの便利機能付きのペグを搭載しているんです。いやー、何気に僕は初めてのロックペグかもしれない。今までロックペグ買ったことがないんで、初めてのロックペグでございますよ。で、演奏性抜群のヒールカットってことで、これはこっちですね。この裏側です。ここのところはこう斜めってるじゃないですか。皆さんのギターちょっと見てみていただきたいんですけども、大体角張ってるとか出っ張ってるんですよ。で、出っ張ってても別に悪くないんだけども、ハイフレット弾くときにちょっと邪魔臭くなってしまうんです。でもこのギターはですね、このヒールカットしてくれてるんで、手がめっちゃ入るんだ。まあ使わないけど、小指が6弦の12フレットに簡単にペッと届くぐらいに、こんな感じでもめちゃめちゃ手が入るんですよ。だからもうハイポジションの演奏とかも抜群だよね。なんかそんな感じの。やつでございます。で、ツーハムバッカー仕様ということで、まあ、パワフルなサウンドが魅力です。24フレット2スタートトレモロとの仕様と相まってモダンな印象に仕上がっています。ハードなリードからテクニカルなソロプレイまで演奏サポートしますなんていうスペックでございます。で、ナットに関してもですね、これはグラフテックっていうものかな、TUSQ ナット。まあ、このナットのパーツに関しても、このこだわってるものを使ってるよってことだと思うんですけれども、まあ、こんな感じですね、その素材とか、パーツとか、まあ、すごいいいものをたくさん使ってるよっていう、こういうギターなんですけれども、お値段いくらだと思います？
もう何度も言うだけども、その何十万円もするようなハイエンドに搭載されてるようなスペックがふんだんに使われてるんですよ。だからもう何十万円もするのかなって思うじゃないですか。びっくりすることに10万円切ってんすよ。10万円切ってんすよ。定価税抜きですよ。定価税抜きで9万円です。やばくない？ちょっと どういうことちょっとバカさん張り切りすぎじゃないって感じがしますけれども、もうだから皆さん、ちょっとこの動画見たらね、みんなもね、欲しい、俺も買おうって絶対なると思うんですよ。でもね、どこにも在庫ないと思います。どこにも在庫ないと思います。そりゃ人気になるわっていう感じでございますわ。とりあえずまあ思想していきましょう。今日の思想環境はこのバッカスのタクティクス24からビビーのケーブルで、ケンタウロスモデルのエフェクターに行きまして、でそこからこのブラックスターのスタジオ10 6L6 に行きまして、音を鳴らしていこうと思います。まずクリーントーン鳴らして、でその後にクランチ鳴らして、ちょっと歪み強くしてみたいな感じで3種類で鳴らしていこうと思います。まずクリーントーンから、レッツトライ。アルペジオしてみましょう。この音が飛び出してくる感じ、いやこれはいいぞ。ちょっとリアから真ん中のミックストーンにしましょう。ハーフトーンか。これはエロい。いやこれはいいな。ちょっとフロント見てみましょう。これはすごいぞ。この1弦と2弦のこの音がこの塊でとこの飛んでくる感じ、わかりますかね。すごいよ。なんかこのギュッと濃縮されてる感じがしませんか。なんかペラペラ、なんかこうね、軽々とかじゃなくて、なんか1弦がね、ズゴーンズゴーンってくる感じ。このこの感じ、僕個人的な感想として、この1弦2弦とかの細い弦がこの塊で来る感覚って、まあ本当ね、そのいわゆるその PRS みたいな、そういうハイエンド系のギターの特徴だと思ってたんですけれども、このギターはなんか普通にそれの音がする。これはすげえな。ちょっとこれは想像以上だな。ちょっとカッティングしてみましょう。ちょっと鼻水できちゃった。ちょっとカッティングしてみましょう。なるほどね。あー、今このハーフトーン、いやこれすげえなー。フロント、おう、すげーこれはすげえなー。ちょっと待って、すげえなー。
とハーフトーン。この音の立ち上がり感とか、なんか音のこの濃さ、なんか硬さ、なんかこの密度、なんかすごいね、これは。いや、これバッカスさんいい仕事しすぎやろ的な感じがするんですけど、どうでしょうか。普通このコード弾いててもなんかこのハイエンド感すげえ出てますよね、なんか別に。素晴らしいでございますわ。ちょっと軽く歪ませてみましょう。アンプの方でちょっとこのドライブチャンネルにして、ちょっとドライブ上げながら、こんな感じでどうでしょう。この上手い人がこの強くピッキングした時のこのうわって感じのこの出たこのなんかわかりません、この上手いギター上手い人がさ、このフュージョン系のギタリストの人がさ、なんかこうたまにこうね、強いピッキングをバッとした時にこのギターの音がさ、なんかこのブラッって感じになるやつあるじゃないですか。なんかあれの音がする。あの音がする。え、わかりません、これわあ、すごい。ハーフといきましょう。フロント行きましょう。わあ、ちょっとこれはすごいぞ。これはすごいな。なんか上手い人の音がするな。なんかわかりません、上手い人の音がするって感じ。とか僕個人的にね、このなんか単音弾いた時のさ、このピッキングのこのニュアンス、なんかあの感じ。
感情。こう。エロい音がする、すごい、これはすごいぞ、これはちょっと待って、すごいぞ、ちょっとこれはバッカスさんいい仕事しすぎやろっていう話の気がしすぎな気がする、すごいな、めっちゃハイエンドの音がする、ちょっとがっつり歪ませてみましょう。このケンタウルスの同じ回路をしてるよっていうこのエフェクターちょっとオンにしてみますね。でこれちょっと歪みをガーッと上げてみて、トーンは真ん中にしてこのボリュームをジョンジョンに上げていってみましょう。いやーこれはいいぞー、いいよ、感謝しないぞー、ちょっとね、芸人のホスト仕上げてってみましょう。いやーこれはいいぞちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け俺、落ち着け俺、あのね、このそもそもこのね、こういうこのなんかローステッドネメイプルネックみたいなのとか、なんかステンレスフレットとかジャンプフレットとか、なんかこういわゆるこの中でモダン系、なんか今時みたいな感じの、この最近みたいな感じのギター、前から欲しいな欲しいなってずっと思ってたんですよ。でまあなんか最近そうなこのポリフィアっていうバンドを練習しててさ、なんかこういう曲があるんですよ、このちょっとこれちょっと一回撮ろう、これをちょっとこんぐらいで。この時にこのタッピングするんですよ。この音が僕が今使っているそのメインのそのビル・ロレンスの BL1 っていうあの青いギターあるじゃないですか。あれだとね、こんな音出ないんだ。こんな音。こんなね、はっきり出てこないんですよ。もうタッピングね、気合入れて、オラーって言ってもね、ちょっと、ね、こういう、みたいな感じの音しか出ないんだけども、これね、軽くタッピングするだけで、バコーって出てくれるんですよ。出る。この。これはやばいな。なんかこの他にもさ、あのガスリーゴーバーみたいなさ、このね、まあファイブスって曲があるんですよ。なんかこんな感じのこのね。ビル・ロレンスってこんな音出ないんですよ。こんな音出ない、絶対に。で、ここからそうね、めちゃくちゃ難しいタッピングがあって、この中でこんな感じで指広げるんですよ、この。いや難しいから弾けないけれども、こんな音出ないっすよ、ビル・ロレンスが。すごい。
これはすごい、これはすごい、あの上手い人の音がするぞ。ちょっとなんかこれはこれは言い訳ができない。ちょっと鼻水が出そうだ。あのさっきも言った通り、そのビル・ロレンスはね、こんな音出ないんですよ。だからそのね、いつも練習しててもなんかね、音がうまく出ないから、なんかね、あのつまんなくなっちゃって、なんかね、いつもやんなかったんですよ。でもこのギター普通にこうちゃんとやればちゃんと出るから、なんかね、ちゃんとやらなきゃいけないわけじゃないですか。なんか普通にこうね、練習しなきゃなっていう気持ち今すごいなっております。これは言い訳できないな。ちょっとこう練習しなきゃダメだな。これちょっと頑張りますわ。ちょっとガスリー5倍になりますわ。もう僕はこれから、これからそのポリフィアのメンバーになるべく、ちょっとこれエレキギター練習しますわ。バッカスタクティクス24とともにちょっと練習しますわ。これなんかすごいな、練習しなきゃなっていう気分にさせられました。なんかすごくありがとうございます。いや、これでもこれテンション上がるね。これテンションバリ上げだね。すごいね。聞いててびっくりしない？めちゃめちゃいい音しない？なんかすげえハイエンド系の音しない？これマジか、定価9万円かって感じの、そんな感じのサウンドっすよね。いやー、これはいい買い物させていただきました。僕はそのハイエンドギター探しているみたいな話をした時に、そのね、あのいろんな方がこのね、あのギターを勧めてくださったんですけども、その中の一人のこのイブスさんという方がですね、まあバカスからこんな感じのギターもありますよみたいな感じで紹介してくださって、そこでこうね、あの火がついて、それ買おうと思って、このすぐにこう探してこうバッて買ったんだけれども、本当にイブスさんに感謝でございますわ。もう何度も言うだけど、皆さん今この動画見てね、あ、欲しいな、買おうと思ったと思うんだけども、まあ在庫ないと思います。もしこれからですね、その楽器屋さんに行って、あったとか、なんかいろいろこうネットで探してて、あったあったってならば、ほんで早めに買った方がいいと思います。欲しいと思ってるならば、興味があるならば。まあ普通にこうね、もう売り切れてしまってしまって、廃盤って可能性もあると思いますし、ナチュラルにバッカスさんが、いや、9万円ちょっとやりすぎだな、15万円ぐらいにしようっていうパターンもね、全然あると思うんですよ。だからもうね、安い価格を見つけたらですね、ほんともう速攻行った方がいいと思います。ほんとで買って損はないっすわ、これは。全然当たりギターでございます。僕自身もですね、ちょっとこのギターともですね、これからちょっとバリバリとエレキギター練習していこうかなと思っておりますので、頑張ります。ちょっとハイビキとかなんかノイズ多くてね、ちょっと僕もね、あの下手だなってなんかそう思いながらギター弾いてるんだけどね、ちょっと言い訳できないね、これね。もうこれからちゃんと頑張って練習しよう。ありがとうございます。そんな感じで本日はですね、このバッカスのタクティクス24フレームメイプルローステッドネックルのネックのご紹介でございました。概要欄の方にですね、そのバッカスさんのホームページ、公式ページ書いておきますのでですね、ぜひとも眺めてみて、ああ、欲しいな、いいなって感じで物力を刺激していただければ、幸いでございます。それでは今日もかなり長い動画やったんですけども、こんな感じで終わりさせていただきましょう。また違うところをいたしましょう。グッバイの前に、私、滝沢勝成、YouTube メンバーシップなるものをやっております。まあ、平たく言うとそのね、月額の有料会員みたいなやつなんですけども、まあ、ファンクラブみたいな感じですかね。まあ、大人のサークル活動みたいなことをよくやっております。その会員さん同士で、なんかこの練習したりとか、リハーサルしたりとか、なんか会員さん同士でオフ会をしたりとか、会員さん同士で、なんかこのツイッターやったりとか、会員さん同士でこの発表会みたいなやったりとか、なんか助け合いみたいなのをしたりとかして、まあ、その中でのサークル活動しておりますので、もしよかったら、チェキらしていただけたら幸いでございます。1ヶ月間だけでもいいんですね。どんなものかぜひ体験していただければ、結構面白いことやってるなみたいな、表のツイッターには絶対書けないようなこともですね、僕もその会員のツイッターの方にはですね、もうめちゃくちゃダダ漏れで流しておりますので、ぜひともチェック出していただけたら幸いでございます。パソコンからご覧いただいている方は下のメンバーになるというボタンから、スマートフォンからご覧いただいている方は概要欄のスマートフォンはこちらっていうリンクをクリックしていただいて、1ヶ月間だけでもいいので、登録していただけたら幸いでございます。無料でこの会員カードとかもね配ってるんで、よろしくお願いいたします。いやー、これはすごいわー。えらい買い物してもうたわー。そんな感じでまた違うところでお会いしましょう。さよなら。グッバイ。いやー、参った。